はい、行きます。夏の大会ですね。よし、行くよ。甲子園行くよ。勝つよ。まあ毎度のことですけども、やっぱり初戦が大事ですよね。あ、これ練習試合やったとこかな、もしかして。広瀬も、やべ、持ち丸、持ち丸、広瀬使いたいところだけど、2番バッターの持ち丸でいきます。さあ、やべ、大丈夫かい、お前が頼りだぞ。お前がこの夏の大会運命をね、握ってる、鍵を握ってると言っても過言ではないぞ。頼むよ。はい、練習試合では多分勝ってるとこだと思うんで、やっぱり当たるよね、練習試合で、うん、やってるところって。送りバント行くべきか、連打行くべきか。序盤だから、1回だから連打、連打で行こうか。連打狙いで、ダメ。さあ、1点ずつ取り合った。セーフティー行きます。よし、いいバントだ。オッケー、よしよしよし。まあいい感じ。まあでも点数も取られるよね。点数も取られてる。一三塁、村上勝ってるから、勝ってるから、まあ犠牲フライでいってみる。あら、ダメ。いやー、浅いから無理だね、これ。ランナーそれぞれ一塁三塁に戻ります。さあ、さあ平田流し打ち、得意の、ダメ。やっぱ結果スクイズの方良かったなって感じですね、これ。オッケー、もうあの今のワンプレーであの再認識というかしました。はい、やっぱスクイズやれるときにはスクイズやった方がいいと。うわー、うわー、変わりっぱな打たれた。変わりっぱな打たれた。うわー。さあ、でもツアウトだから、ツアウト、ツアウトだからね。よーし、6回の表が終わって5対2。オッケー。さあ、もうこれで広瀬で勝負ですよね。どうする、強振ミート、強振でいってみる。追い込まれるまでは。追い込まれた、ダメ。ミート、ああ、いい当たりだけどね。本当にミートバッティングですよね、これ。しっかり転がした感じ。さあさあさあ、点数取ろうぜ。取れない、取れない。ノーアウトで出したランナー取れない。ゲッツー、オッケー。いいよいいよ、1個取ったから、1個取ったからオッケー。さあ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 、よし、いいね。あ、オーケー。いや、ゲッツー取れると思わなかった今は、うん、ゲッツー取れるような卓球じゃないなと思ってたけど。あー、ダメ。これこれはダメだ。野人、野人岡野。おー、いった。うわー、こんなんばっかだな。いい当たりしてるんだけど、なんかいまいち取られちゃうっていう、なんかそういうのばっかですよね。オッケー。いいバッティングを見せ、
裏転がせ、いけ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 、ダメ。3アウトチェンジ。まあ一応この試合勝ってるからいいもののって感じですよね。勝ってるからいいけども、なんかあれですよね、勝ってる気がしない感じのあれですよね、試合展開っていうか、うん、そういう感じですよね。ちょっと何言ってるか分からないかもしれないけど結局僕の采配で取った5点じゃないから、はい、OK。 さあ調子を上げてくるか。いいね。あら、ごめんごめんなさい、むすれしまいました、むすれしまいましたね、びっくりして。打ちました、痛烈。伸びた、伸びていった。ちょっと完全に殺しにかかってるねこれ。あ、最悪同点しょうがないでパターンだなこれ。定位置アウト、カウント増やそう。オッケー、これでワンアウト、ランナーは。オッケーオッケー、アウトカウント増やそう。今のもちょっと前進守備だったら抜けてたような打球だったかもしれないですよね。いや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 、ホーム踏んで終わったんだよ今の。ホーム投げなくても、しかもあなた肩悪いでしょうよ。まあ結果アウト取ったからいいものの、あれはベース踏むだけでいいんですよ。ツーアウトランナー三塁でさ、オッケー。空振り三振。高校チームまずは初戦突破です。一回戦を見事勝利、二回戦進出を決めました。ツーアウトランナー三塁で5対4。うん、まあ、まあまあまあそれでよかったんだけどね。よし、まあとりあえずは勝ったから、とりあえずはね。よし、お、やべ、調子よくなった。やべと誰、やべと村上が、あ、調子よくなりましたけども、村上ってどうなんかな。村上ってさ、まあいいや。はい、あー、そっかそっかそっか。どうしようかな。どうしようかな。なんか買うか。あれだ、あれ。何です、なくなったやつ、1000円のやつ。ダンベル。ダンベルしか買えないよな。ダンベルとはどう、これか。お楽しみ券か。いやー、しょぼいなー。はい、オッケー。どうしましょうか。使おうか、もういきなりダンベルとお楽しみ券。お楽しみ券、はい、オッケー。いやー、勝ちてーなー。もっともっと勝っていかないとね、これ。まあ、やべーがね、超ノリノリになったから、それに期待したい。まあいい形で初戦勝てたってのはいい風に考えましょうか。あっと、もうこれは成田を選ばざるを得ないな。あ、成田じゃない、広瀬。3番、まあ3番でもいいけどさ。はい、次の相手は八戸西高、進学校ですよね。最近はちょっとあまりだけど、でもまあまあ強いところ、願いします。うわ、強え。強いけど、まあやってやらないっていうほどでもないんじゃない。
飛び抜けてピッチャー能力高いとかそういう感じもなさそうだしな。やべ、よく投げてる。引っ張りスタンドぶち込めよ。ダメか、ヒット出てないな。杉浦さん引っ張り、引っ張りよ。よっしゃー、いった OK、 点差入った。ナイスバッチ OK。 さあチャンスが広がって広瀬か。もうじゃあ強振で引っ張ったらどうだい。ダメか。いやー、でもセーフになってくれればいい。くそー、ダメか。ダメか。やべっくん、頼むよ。追い込んでの外角、よし。サードこれは守備範囲内。オッケー。スリーアウトチェンジ。先行チーム。オッケーオッケー、よく、まあよく守った。平田だ。流し打ち。俺が平田だ。オッケーオッケー。一三塁だ、一三塁。よし、スクイズいきます。はい、絶対スクイズいきます、ここ。はい、よっしゃー。サードボールを取る。オッケー。先行チーム1点。いいっすね、いいっすね。あれ、そういえばさ、今回のチーム魔物使いいないのか、もしかして。マジか、なんかそう、それに気づいたとだいきなり心細くなってきたんだけど。セーブだ。よし、記録はヒットになりました。やべえ、引っ張れお前。思いっきり、いや思いっきり引っ張った。まあでもしょうがない、いかないっすね、いかないっす、いかないっす。はい、さあやべ、頑張ってますね。初球送ってきました、ピッチャーの左へ飛ばした。サードから一塁送球アウト。オッケーオッケー、引っ張り、いいよ。よっしゃー、いやこれでツーアウト。引っ張り、さあつないでいこう、つないでいこう、きっちりつないでいこう。よし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 、オッケー。この1点は大きいんじゃないか、この1点は大きいんじゃないか。村上調子いいから村上一番に持って行ってもいいかもしれない。おお、ナイスサードだ。ナイスサードですね。うちのチームじゃあんな動きは絶対できないっていう。ピッチャー変えましょう。OK。 大丈夫大丈夫。 OK。 まあ派手なプレーいらないから、アウトにできるものは確実にアウトにする。それでいいですよ。あー、外角ないか。じゃあ低め低めで丁寧に低めをついて、いいピッチャーの条件ですからね、丁寧に低めをつくっていうね。これエンドランも面白いな。多分セーフティーバント。よし、あらー、惜しい惜しい、転がせ、転がしていいんだぜ、いいんだぜ、バッチリ転がしていいんだぜ。杉浦さん引っ張り、引っ張り引っ張り、引っ張り、ダメ。はい、よし、じゃあまた例によって全員出しますか。やっぱちゃんとね、試合出してあげないと育たないから。OK。
守備に気合い、守備に気合い、投手能力アップ黄色い線、よし行くぞ。いいね、いいね、いいよ。愛外角中心、大丈夫大丈夫。うわっと危ない、危ない。さあ4番よ、4番長打気をつけて、外角もう一丁、外角さあもう一丁、外角いけ、OK、よし低め、はい、追い込んだ、外角、はい、もう一丁外角いけ、はい、その後は打ち、よっしゃ、 OKOK、 詰まった詰まった、取りました、よしゲームセット、よし先行チーム2回戦突破、よし勝った、見事勝利しました。まあまあまあ大勝とはでいかないけども、まあ安定したし試合運びっていうのはできたかもしれないですね、この試合は。うん、安定した試合運び、あでも点数取ったのは後半か、まあまあまあいいでしょう。お、広瀬はパワー A 到達、いいですね。なあ、なんとか夏の大会ミートパワーは A まで達したと、最高か。だからもう 1,2 年の時にね、もっと勝ててたらおそらくオール A はいけたんじゃないかなっていう気はしますよね。優勝とか連続でできたら多分 S とか、オール A に どれかしら S がついてきたかなっていう気はしますけど、まあ今となってはしょうがない。杉浦、あ打率いいな、村上もいいな、村上一番でいきたいけどな、いやまあ変えずに行こうか、下手にいじらない方がいいかもしれん。はい、十和田東、ベスト4が決まるということになります。地区大会十和田東強いのかな、一塁側高校チーム、三塁側十和田、そう全国大会へいよいよ正念場を迎えました。ご覧のスターティングオーダー、うわー、力は全国トップクラスを誇ります。マジかよ、バッター持ち丸、あでも1点取った、マジかよ、第9、これやべえ、抑えきれんぞ。あ向こうもやべくんだ、いや1年生でもうバシバシ投げてくるもんね。マジか、ここで殺しにかかってきたな、いやー、これで広瀬の一本にかけようか、ダメ、あでもやべ頑張って投げてる、これ頑張って投げてるからここらで点差取らないとまずいですよね。後半と多分怒涛の攻撃が来ると思うんで、1点取ってるよ、だけどこっちもピンチだよ、いやーより でしょよりによってそういう時に限ってピッチャー2人でも調子が悪いときたもんだ、まあ悪いというか良くないときたもんだよ。もうこれはもろこしに託すしかない、この試合は。あと外角、外角だぞ、外角って言ったろうが、危ない、今のもちょっとヒット性の当たりですよ、よしよし、おい、いい感じでは追い込んだ、1球見せて1球内角、そしてまた内外角、タッチはセーフ、2塁はうわライト前ヒットになった、追いつかれた、やばい、この1点、この1点守ってさ勝とうなんては思ってねえけど、うわいいようにやられてる、いいようにやられちゃってる、来た、怒涛の攻撃、
謎の、これ謎の現象です。謎の現象、強いチームでよくある謎の現象。うわーもう怒涛の攻撃、諸星ダメだこりゃ。あー違う、うわーもう3点はひどい。謎の現象ですこれ。はい、スリーアウトチェンジ。ここ、さあここは精密機械バリの間、それでもつなげばわからん。よし入った、オッケー、まず1点つなげばわからんぞ。うわー川城取った、一塁へ送る、アウト。これでバットバッターは3年生村、あの同点に追いつかれてからがダメですよね。もう連打連打で同点に追いつかれるまではいいんですよ。アウトカウントその後稼げなかったっていう、そこがねダメでしたよね。やっぱ強いチームってあの後アウトカウント稼げるんですよね、追いつかれてから。全然、あ、終わった、あ、終わってない。首の皮一枚つながった、お祭り行け、お祭り行け。1年生ピッチャーに舐められてたまるか。よしよしよし、ライトを見上げた、ホームラン、同点ツーランホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。よっしゃ追いついた、チームメイトが迎えます。よし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 、生き返った、生き返った、完全に生き返った。いやー助かった、平田が出てくれたからだの相手の。おっしゃ、いけ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 、いやだー、マジかこれ。これでベスト4進出です。成田素晴らしい一発で見事サヨナラ勝利。終わったかと思ったけど、セカンドゴロ行った瞬間終わったかと思ったけど、マジか、劇的な試合になったぞこれ。いやーすげえ試合になったなこれ。これは負けられんぞ。こんな試合して次負けたら恥ずかしいの一言ですよ、ほんとこれ。もう絶対負けられんぞ、これ。村上でいこう。大大事ります。よし、これでいこう。いやーまだ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 甲子園決まったわけじゃないからね。さあもうこっからは多分ね強い相手だと思うんだ。五所川原工業、はい行きましょう。緑のユニフォームだと、いやまあ白なんだけど、帽子のつばとベルトが緑、アンダーシャツも緑。うわずえ、全国トップレベルの投手力、強えけど前のチームよりは強くない。でもピッチャー能力も相変わらず図抜けてますよね。まだこれ厳しい試合になるな、これまだ向こうのピッチャーこの絶好調だし、とにかく球数を多く放らせる。うわわわわわ、3点取られちゃってる、苦しいねこれ。この序盤で 3失点は苦しいね。OK、 1点取った、よしここも1点取りたいね、点差を詰めたい。よし、さあ広瀬全然打てないんだよな。よっしゃ、はいもうスクイズいきます、はい絶対スクイズいきます、はい絶対スクイズいきます、点差を詰めないと。よし危ない、ピッチャー、え危ない、ピッ
ッチャー前やめてよ。流し打ち平田、お前同点追いつけ、お前のバッティングで。よしよしよし、いいよ平田ね、ここぞという時、場面でね、ちょっと強いっすね。うん、流し打ち、オッケーオッケーオッケー、劣勢の場面からなんとか。これで3アウト。5回の表が終わって3対3、先行チームこの回2点返して同点としています。よし行こう、同点。いやー、これどう攻める、初球を打ちました、どう攻める、ツーアウトにしてまで2、3塁までするっていうのもありだよな。ダメだ、インフィだ、インフィールドフライになりました、取りました。いや、広瀬にも託すか。よし、あらよっしゃ、いけいけいけ、うわ、根性なし打球。まあ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 、いい点数、点数は取ったから。みんな流し打ちやると結構打つね。ちょっとそのジンクスにあやかろうか。ちょっと前の試合からね、流し打ち狙いでいくと結構あのいい結果になるっていう、ちょっとそれにあやかって、ほら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 、破った、ゲイ、よし、OK、さあ、おっと、流し打ちが1位になっちゃった、じゃあ引っ張る。流し打ちやると結構みんな、おっしゃ、破らない。よし、これでようやく主導権逃げれたんじゃないか。 OK、 追い込んだら外角、もう一応外角、 OK、 掴みました、これで2アウト、ランナーは2塁。よし、低め、さあ抑えろ、ここ。よいしょ、オッケー。やっぱショートっすね、セカンドもすげえ大事なのは分かってるんですけど、やっぱショートっすね、うん、守備の要は。よし、ツーアウトだけど、それでもランナーを進めて、矢部君、転がせ。まあ、ピッチャー変えてもいいけど、さあ、いけ。いいよ、あらー、よしよし、あらダメだ、対応も早い。村上は引っ張り引っ張り引っ張り、よいしょ、あらダメだ、これで2アウト、ランナーありません。もうここは追加点、追加点欲しい。流し打ち、流し打ちやるとみんなが打ってくれるというジンクス。 OK、 成田、流し打ち、さあ、まあまあまあしょうがない、ここ守れば勝ちだよ。矢部は交代だ、諸星でいきます、諸星でいって守備交代、入れ替えます。広瀬これセンターにしとくか、外野、ショート、間違えた、間違えた、外野、まあこれでいいか、井浦は使わん。あ、でもパワーシーまで到達したんだね、こいつ。カタシーだし、まあ守備はそんな良くないだろうけど、まあ代打の切り札的な感じでは使える。よし、よし、はい、オッケー、
さあやれること全部やった。うわセカンド、オッケー、速攻上げ、速攻上げしたからいいよ、いいよ。さあ低め低めで、もうここ低め低めでいきます。よっしゃ、ライト線グーッと打球が上がってきますが、オッケー、勝利まであと1人。バッターは3年生小西。低め低め外角、低め低め外角、外角内外角みたいな。よっしゃ、オッケー、よし勝った、逆転勝ち。準決勝、いや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 、3点先制されて苦しかったけど、2点とかだとまだいいけど、3点ってなるとね、かなり苦しいからね。それでもよく追いついて逆転した。はい、とりあえずはですね、魔物なしでここまで来ましたね。どうしましょうか、もう行きましょうか。次ちょっと尺的にどうなのかな、ちょっとまた、長引いてし、ね、しまいそうですけど、行きましょう。よし、もうここまで来たら甲子園行こうよ、もうね、甲子園、広瀬で行こうか、広瀬で行きます。どうする、打順いじるか、2番に上げるか、それとも3番で行くか。まあ変えたくないよな、変えずに行きましょう。いい流れでこうね繋いでるから変えたくないんで、本当に2番バッターに置きたいんだけど、津軽電工、津軽勢対決ですね。さあ行きましょう。強いんだろうな。うわー強えけど、 A のチームに勝ってきてるから、こっちは乗ってるからね。長し打ち、強えには強い、前のチーム強かったし。うわー抜け、よし、押した押した押した、 OK。 広瀬いいバッティングを見せました。 OKOK、 よし3点先制、かなりかなり優位に立ったぞ。とはいえまだ3回、まだまだ向こうも絶対チャンス来るだろうし。よーしいった、2つ行け、2つ、よっしゃー、広瀬ツーベースヒット、いいね。広瀬特に流し打ち、特にあれだけど、いい流し打ちやるといい確率でこいつなかなかヒット打つ、アベレージ持ってんだよなこいつな。だから3番がいいんだけど、2番んやっぱ3番だよな。おっしゃ、 OK、 よしスクイズいきます。もう絶対ここスクイズいきます、4番だろう関係ねえ、スクイズいきます。はいスクイズ、あーダメだ、戻れ戻れ戻れ、まあ犠牲フライ5だったけど、それやったからって点数入るとも限らないから、これはこれで後悔はない。はい、これはこれで後悔はないです。うわー、ノーアウト1・3塁か、まあ最悪3塁ランナーはしょうがない、アウトカウント増やせ、アウトカウント、やっぱ簡単には勝たせてくれないねこれね。よしゲッツ取れ、セカンドフォースアウト、オッケー、それでいい、それでいい、それでいい。強いチームでだからこういうことができるのが本当の強いチーム、こういうのをコンスタントにできるようになれば勝てるチームになるんだけど、まあ強いチームから勝てるチームになるっていうか、うん、セカンドこれは守備範囲内、よしアウト、スリーアウトチェンジ、先行チーム、さあ一進一退の攻防だねこれ。いやーダメだ、これでスリーアウトチェンジ、先行チーム打順トップからでした。いやー残り、うわー追いつかれた、追いつかれた、変えよう、追いつかれたね、頼むよここ、よし
りました。これで3アウト。危ないな。でも今のも走るか。ダメだ。ファーストうまい。そのままベースを踏んです。うわー、きたー。ノーアウトでランナー出した。エンドランかよ。よっしゃ、よし、ラッキー、ラッキーだこれは。とはいえまだ勝ち越したわけじゃないから、ちょっと待て入れてみっか。これ待て入れるとストライクくるんだよね。でこれまたワンツリーでしょ。待て入れたらまたストライクくるんだよな。オッケーオッケーオッケー。よし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 、ここ遅れるかどうかだぞ。うわ、はい、これポイントですね。もうこれ遅れたか遅れないかでなんかこの試合左右したような気がします。これ杉浦がそのミスをカバーできればいいけど、さあランナーたまる、カバーできればいいけど、まあとりあえず得点圏にはいったと。よし、広瀬かよ、ここで広瀬かよ、悩むな。広瀬じゃなかったらここスクイズなんだよ、絶対絶対スクイズなんだよ。広瀬精密機械使うか。で犠牲フライこれでいってみるか。どうだ、外野フライを打てばいいんだ。オッケー、三振ダメよ。よし、あーくそ、ピッチャー、いやー、うーわー最悪だー、最悪だー。三振ダメよって言ったら三振するパターン、最悪だー。うわー、マジかー、マジか。絶対こういう流れって向こうに流れね、行くんだよな。だからそれを向こうに流れを持っていかせないためにもう諸星がもうシャットアウトするしかないんだよ。これはピッチャー次第だよ。このなると、よし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 、とりあえずツーアウトまで。あとこうなると怖いのは一発、こうなると怖いのは一発よ。さあさあ淡々と追い込め、焦るなよ焦るなよ、ここ焦って勝負しなくていいから。 OK 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 OK、 よし、流れは渡さない。とはいえやっぱ9回でね、勝ち越しておきたかった。いやー、取りました。これでワンアウト。くっそー。バッターは1年生。くっそー。平田。ちょっとごめんなさい。尺がかなり長引いてますけど。よし。いやー、これ場合によってはエンドランですよね。ダメだ、エンドランできねえな、これ。ここ行くか。ワンボールツーストライクだけど。読まれてる。読まれてる。よっしゃー、来た。まあまあまあ、三塁まで行けないけど。まあ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 、よかったよかった。さあ、成田、こういう場面、お前強いだろう。成田。逆境にお前強いんじゃないの。ダメかよ。まぐれだったのか。いやあ、くそー、チャンス作っては取れないが続くな。しのがれてるんすよね、相手に。うん、しのいでるんすよ、相手が。うまい具合に。これファーボー出すパターンじゃね、これ。
ッケー、危ないあれファーボー出してたらますますねちょっと流れ悪くなっちゃうから、さあそれ追い込んだ、追い込んだ、よっしゃよっしゃよっしゃ、オッケー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 よ、いいね、あらボールか、追い込んでから外角、もう一度外角いけ、よっしゃ大丈夫、杉浦掴んだ、危ない危ない、引っ張り、ランナー出せてるからそれに期待だけど、それに期待だけどね、ランナー出てくれ、タイブレイクまで行きたくねえぞ、杉浦いい当たりでしたがセカンド正面、これでさあ持ち丸、お前も調子上がってきてるはずだから、頼む、よっしゃ入れ、入ったー、よしよしよし、監督がね本来祈るようになっちゃダメなんだけど、客観的に見ないといけないから、よしとはいえね、とはいえまだまだよ、1点じゃセーフティーリードとは言えない、よし魔物使ってねえぞ、セーフティーリードと言えないから、ここでしっかりね追加点、よしランナー進めた、さあ後ろ出さなさなかったが、あとはもう村上の個人技に任せる、ダメー、さあここはここは守備変えません、守備変えません、はい、よし行こう、初球を打ちました、3年生で決めよう、待て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 、危ない、ゴルゴシ取った一塁送球、オッケー、ここは及びません、よし疲れてるか、ピッチャー疲れてるか、初球打った、よし、センターフライ、飛距離は出ています、オッケー、さあいよいよあと一人、代打は半田、あと一人だぞ、頑張れ諸星、頑張れ、よーし一番信頼できるとこに行った、よっしゃ、よーっしゃ、あったかった、魔物なしで行ったぞ甲子園、よーしよーし、いいチームだったねこれ、逆転逆転で競った試合、本当にもう初戦からずっと競った試合だったけど、やっぱりこの競った試合が続いて、かつ取れる、取り続けてくると本当ね甲子園もねきっといい戦いできるんじゃないかなって思いますけどもね、さあちょっと効果は、カットしましょうか、はい、よし、よかったというわけで、ちょっと尺がね長くなりましたけども、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。